れいわ新選組代表、山本太郎と申します。よろしくお願いします。まず冒頭にお礼を申し上げたいと思います。市民連合の皆さん、本当にありがとうございます。そして、全国のですね、市民連合を含む市民連合以外の方々からも、とにかく野党はまとまってくれと、このひどい政治を終わらせてくれという数々の声が届いておりました。各選挙区から、個別にいろんな声を届くものですから、全て対応できなかったことを本当にお礼申し上げたいと思います。そして一つ、もう一つ、これを申し上げたいのは、今日、れいわ新選組としてこの場に来させていただけたというのは、私はこの市民連合の福山慎吾さん、最後の最後までですね、諦めずに、れいわ新選組と粘り強く交渉し続けてくださったということですね。私たち、2019年の参議院選挙終わった後から、消費税 5%、これは旗印にしてほしい。ここは格闘で、進まないならば野党共闘はしないというような、ある意味勝手ではありますが、必要と思い、そのような交渉を、自分たちでこれが必要だということを言い続けてきました。ありがたいことに、私たちの75倍以上の規模を持つ立憲民主党、非常に、多様な意見がある中でそれを取りまとめていくというのは非常に大変なことだったと思うんですけれども、それもしっかりと形にした上で、このような、私たちがこの場に、出ざるを得ないというかなんですけれども、みんなでまとまっていけるというスタートラインを切ることができました。心より感謝をいたしたいと思います。とにかくこの地獄終わらせたいです。このコロナ禍において本当にこの1年半どれだけこの国に生きる人々の力をお借りしながら、本来ならば収束、もちろん根絶は無理ですけれども、コントロール下に置く、コロナをコントロール下に置くということを実現できていなければならなかったのに、事実上のこれノーガード戦法で人の命を危険にさらしながら今も継続中なわけですね。これ一刻も早く終わらせなきゃいけない。そして先ほどからお話がありました通り、この市民連合の政策にもございます。全て必要至急です。何一つ議論はございません。逆に言えば、こういった提言をしなければならない政治が存在していること自体が本当に恥ずかしい。そして政治の場にいる人間として、この国に生きる人々に申し訳ないという思いでいっぱいです。何よりも、野党が塊になって戦っていくというこのスタートラインを市民の皆さんにセットアップしていただいたということは、私たち、野党各政党にボールが渡ったということだと思います。ここからしっかりと次の選挙で交代がしていけるということを、私たちが全力でやっていく番だと、そのように思っております。コロナが来たからこの国は大変な状況になっているわけじゃない。世界中コロナで困ってます。これは日本も一緒ですけれども、日本にはコロナプラスその前から大変な状況があったということだと思います。25年以上デフレから脱却できていないという状況ですね。格差が開いた、多くの人々から収奪が行われ続けてきた、その利益は一部のものに流され続けた。それによって国は衰退した、人々の生活は地盤沈下した。これを繰り出してきたのも政治です。そこに対してしっかりとこの国に生きる人々に再分配をする、そして生きる権利、生存権、そればかりでなくて、人としてのですね、尊厳を守れる社会を作っていくという当たり前の政治を今からこの国に作っていかなければならない、その思いで私が尊敬する先輩方と力を合わせていきながら、これを形にしていきたい、そう思っております。今必要なことはコロナの緊急政策、それに加えて大胆な政府による財政出動、そう考えております。これを少しでも前に進められるように、私からも皆さんに提案をさせていただきながら検討していただきたい、そのような思いです。力を合わせて頑張っていきたいと思います。れいわ新選組もしっかりやってまいります。ありがとうございました。山本代表、本当にありがとうございました。それでは